さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ見てください、今日はですね、じゃじゃーん、アルペンボード乗ってます。実はですね、今シーズン僕これアルペンが1本目なんです。これから1本滑ってみようと思いますので準備しますね。よし、さあ今シーズン初アルペン準備できました。じゃあ行ってみたいと思います。よっしゃ、行ってみよう。背が高い感じ、アルペン乗るとすごい高い。いやー、だいぶ1本目から気持ちいいです。アルペン板細いから切り替えがすごいやりやすいんですよ。でブーツも硬いので、ここ狙っていけばいいなーっていう場所さえ知っちゃえば、フリースタイルみたいに足首グニャグニャしないから、すね回り、ふくらはぎ回り、この辺どこ狙って入ったらいいかなって、それ気にしてあげるとすっごい滑りやすくって、板細いから切り替えっていう感じはあんまりなかったんですね。いいとこ乗ってターンしよう、いいとこ乗ってターンしようで、アルペンボードすげえ滑りやすかったっす。もう一本行ってきます。